そういうのが金田さんとつながってるわけですよ。はい、もう大のお得意様ですわ。またこれから均等じゃないかね。もう本当に何言われてもはいっていう、はい、あ、そうなの、GR、いやリフトバック僕乗りたかったけどね、はい、うん、あの素晴らしい高かったじゃないですか、うん、その当時ガチのレーシングなかなかね、あの高値の花で、はい、もう手の出しようがないような車だったんですけれども、これ最後にして、はい、私はですね、今あのトヨタのトヨタ車の不安作りということで今一生懸命やってるのが、泣いてるから早く呼んで、レーサーだな、ここしか壊れてないのにとかね、まだ使えるのにねとかね、もっと使いたいのに、まだ乗り続けたい、ジャパンの J この話を今一生懸命やってトヨタの不安作りに専念しております。一番最後には、これはね、アンティークボディショップ新名ということで、私の願いはひょっとしたらですよ、トヨタさんのオフィシャルにしていただきたい。あ、そう、トヨタさんが世界中に売った車を私どもに持ってきたらみんな直してやるぞという会社になりたいな。これが私の信念です。もしなったら私はいつでも死んでもいいです。変な主人は長生きします。いただいてもいいですか。あ、僕聞くの忘れてました。聞いてください。トヨタさんの公認で、見たことあるような、YouTube で、はい、こんな感じ、1番から今何番までやったのか、今4番まで、4番まで、うん、で6番目を先週の土曜日に撮影が終わってます。そうですか、はい、これ横浜までジジイが乗って、はい、でやってきました。横浜のある場所で撮影を、そう、ある場所で、はい、YouTube のランクルチャンネルではレスター作業工程を紹介しているという、なかなかね見ることができない、トヨタのセブン、見えて見えたらしいです。1970年、お客様がコツコツお金を貯めて、V8 ある日私の電話が来て、V8 の5リッター、これだけお金貯めたけど直してくれっていう話があってね、伊藤さん、伊藤さん、そうなんですよ、すごいなと、で私は実はですね、トヨタのセブンね、トヨタのセブンあると知らんかったの、はいはい、エンジン上向いてるな、旦那様にサプライズで綺麗にした車を、ね、はいはい、2人乗れそうな感あるよね、というお話だったんです。2人乗りみたいだけど、実際にその伊藤さん宅にずっとあったやつ、はいはい、車検はどういう時期だったの？全然ない。あ、なかったやつを、あの石川さんが手をかけて。で、その時に、はい、あのトヨタのセブン、サプライズになっておっしゃったんですよ。はい、車を引き出すと、ね、はい、もうバレちゃうじゃないですか。はい、なもんだね。マフラーが、マフラーがもう完全に煙突だな。33回煙突のマフラー。密会したのが6回ぐらい。33回は今回取れないんですか、はい、今の F1 よりも太そうだな。それでね、あの奥様にお会いして、はい、でサプライズはいいですけれども、この車がなくなった時、トヨタセブン、今でも走って速そうだけどな、はい、実は空気抵抗を目指そうよね、フェンダーとかもちゃんと覆われてるんで、相手をボロボロのセリカをですね、朝それでまた、すごいな、お車いただけなかった、ヘッドライトがのっぺらぼうじょうそしたら、お父さんの奥様が、申し訳ない、お父さん、ちょっとお客さんだよ、お父さん何のことかわからない、うん、ずっとね、放心状態セブンでした、でたまたま、その時にようやく旦那様が何をやるのかが分かったみたいな、あ、そういうことね、はいはい、それからずっと来てここまで来た、これも、ね、セリカリフトバンクの一番難しいところどこだったんですか、はい、難しいところってなんてことないですか、なんてことない、あの要するにあのこれホイールリングって難しいね、に戻すのに部品をどこから探してくるっていうのがこれが大変だった、70年のセブンターですから、あの普通ですとこう、うん、アルミホイールで、そうですね、つけたりもういろんなことがやってあるんですが、ラブレーターのうん、トヨタセブン、これソレックスですね、これ作ったんですよ、え、ソレックスを作ったの、ソレックス、あ、エアクリーナーからずっとインテークまで、エアウィングの出たら半端ないな、主人は、はい、タイヤ水ある感じね、うん、進んでみたそうで、水あり、あのアブショア変えたりいろいろやった車だったもんだね、生まれます、1
回目の時はすごいお客様皆さん集まってくれましたよね、はい、すごかったですね。もう会場の方が全員このステージ前に集まったんじゃないかというぐらいの熱気でした。はい、はい、ただそうですね、やっぱり少しね、あの今酔い水って私は言ってるんですけど、油を少しなんか入れてですね、はい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 、